えーえー、またですね、えーえー、最後の勉強する、この授業の勉強する最後の項目になるんですけれど。えー、BCHU 符号という誤り訂正符号を勉強していきます。BCH 符号のです、ねえー、言葉の意味は、三、えー、人の人物の頭文字で。 今はちょっとすぐに思い出せない人たちの名前の頭文字になっています。で BCH 符号はリードソロモン符号と深い関係があってそれもこれから勉強していくんですけれど大きな違いというのはリードソロモン符号は えーえー、と拡大された有限体、えー、すなわち、えー、と m ビットを、えー、m が例えば8とかあで8ビット単位のおシンボルに関して、えー、最小距離をシングルトーン限界まで大きくすると n-k+1 の最小距離を を持つ、えー、と N は符号調で K は次元の場合に、えー、シングルトン限界を達成する最小距離を有するうですね、えー、工事の有限体の符号を構成できるわけですけれど符号調,、えーえー、調,調を大きくするためには符号調を大きくするためにはえっ、ー、と この有限体のサイズは n より小さく取らなきゃいけないので符号帳を大きくするためには有限体のサイズも大きくしなきゃいけないわけですね。で符号帳を大きくしないと性能も良くなっていかないので有限体のサイズをどんどん大きくしていかなきゃいけないとこういう制約がありました。 それで今回考える BCH 符号っていうのは有限体のサイズを大きくしないで、えーえー、その二限体のままで、えー、の性能を良くしたいというのがあ目的です。 で、えー、VCH 符号はあですね、えー、ここに書いてありますけど素数 P に対して、えー、と僕たちが主に興味があるのが P が2の時なんですけどお訂正能力があですね、えー、高い、えー、T の値をお設計通りに、えー、だから T ビットの誤りを訂正できるような誤り訂正符号をさらに、えー、巡回符号を,を構成したいと。 をいうのが目的ですで巡回符号だと符号化も楽にできるし符、えー、合も王義ギゴソロモン符号のような線形代数あ線形方程式の解くという問題に帰着させるような符合法も存在するような形で、えー、符号化を使った通信システムを作りたいというのが、えー、この説の動機です。 で、えー、そのための準備としていくつかの概念を勉強していきましょう、えー、一つ目はですねバンデルモンド行列というものでこれは、えー、線形代数の授業で勉強したと思うので復習になるんですけれど有限とは とは限らない対 F 例えば実数とか複素数も含む対 F に対して、えー、異なる N 個異なるとは限らないのかなここはえー、とちょっと異なるかどうかはえー、えー、規定してないしちょっとここでは不明なのでええー、ちょっとどちらとも取れるように書いときたいんですけどお N 個の弦に対して、えー、次のお n×n 行列っていうのを x1 から xn で定義されるバンデルモンド行列と言います。でどういう行列かというと x1 から xn っていうのが第1列、第0列から始まってるとして、第1列に x1 から xn が並んでると。第2列は事情。 第3 3列は3乗という,ふうに第0列は0乗というふうに並んでいてそれが第 n-1 列まであるという形になっているものです。行と列がですね展示されて定義されるような時もありますけれどこのヴァンテルボンド行列っていうのは 行列式が簡単に書けるっていうところが特徴なのでその特徴だけを有していれば広くバンデルモンド行列と呼ばれることがあります。でその行列式に特徴があるということなんですけどそれはどういう形で書けるのかというと行列式 は、えー、x1 から xn で定義されるバンデルモンド行列上の定義ですねで与えられるバンデルモンド行列の行列式は、えー、このデーターミナント部分って書きますけれど、えー、それはこれで書けますよと、えー、i と j を異なるインデックスから取ってきて、えー えー、でそれらを全部かけたやつとあのその差分を全部かけたやつというふうにかけます。でこれは対称性を使うとお次のようにかけてというのが成り立つというのがああ簡単にかけるとで差分でかけるよとの積でかけるというのが大きな特徴になっています。それであ、そう x1 から xn はさっきの定義だと互いに異なっているとは限らないあん互いに異なっているとは限らない、まあ、同じものがあってもいいと定義しましたけれど特に x1 から xn が異な互いに異なっていればこの行列式っていうのは差分があの非ゼロになるので、えー、行列式も非ゼロになるということが分かります。でこの性質をですね後から使っていきます。 でこの証明は、えー、線形代数の授業で勉強してるはずなので、えーまあ、自分が読みやすい、えー、参考書内でテキストブック内で、えー、勉強してあの復習してください。それで、えー、ここから、えー、この説で勉強したい本体である BCH 符号っていうのを を勉強していきます bch 符号は、えー、この2元体上僕たちはあの fp というふうに一般的に書いてますけれど p は2の時を主に考えているので、えー、ちょっと分かりやすいように2に限定して p が2の時に限定して話を進めますけれどじゃあテキストでは、えー、と一般の p に対して成り立つように書かれていますだから p のことを2と呼んでください でこの二元体上のお巡回符号を作るんですけれどそこで使う設計に使う,う数学的土台としては2の拡大体である FQ を使います FQ はあ Q は2の M 乗になっているような有限体ですで符号帳を その有限体のサイズ引く1というふうに取って α を原子元として取ってきます原子元は存在するはずだっていうのは勉強しましたよね。で,であるとフェルマーの小定義の拡張したやつから9-1乗すると1になると。 いう性質があります、えー、まあこれは原子源なので、えー、9特に9マイナス1乗すると1になるというものになってます。 それで僕たちはこのですね d ハット d と言ったら最小距離を表すというようにこの授業では進んできましたけど d ハットっていうものは最小競技になるといいなというものとして使うのでちょっと最小距離とは異なっているんですけど最小競技を保証してくれるものになっていますで設計最小距離または設計距離と 呼ばれていますでこの次のような方法で作るとこの符号が最小競技が D ハットよりも大きくなるよう以上になるように作ることができるっていうストーリーにこれからなっていきます。D ハットは9-1以下になるような D ハットを設ってきを,を 設定してあげて、えー、D ハットの D ハットに対して α、えー、の1乗から2乗3乗で D ハットマイナス1乗までの有限体の要素を用意してあげますそれでこれらを同時にコントするような、えー、で FP 上の次数が最小のモニック多項式を GX と書きますでなのでこれらを同時にコンとして持つような次数が最小のモニクタコ今言ったことと同じですけどを G x と書きました。で、えー、と G x は X の n 乗マイナス1を 割りるように作りますなので、えー、この符号長が犬の巡回符号の生成多項式に投げるわけですね。で自動的にこの最小次数が最小のモニク多項式のように選ぶと。 この x の n 乗 -1 を割り切るようになるんですけどそれは後から証明で与えられると思います。でこの Gx を正正多項式とするこの F2 乗2元帯上の符号長が n の巡回符号を設計最小距離ここは、えー、最小といった方が分かりやすかったですね。最小 距離を保証してくれるパラメーターである d ハットを以上の最小距離を持つようになるんですけど、まあのここの定義では設計最小距離 d ハットの b c h 符号というふうに呼びます。この上の方法で定義された符号、だからこの g x を生成多項式でもして持つ巡回符号のことを設計距離 d ハットの b c h 符号と言います。 ちょっと例を見ていってみましょう。えー、原子多項式がああ1、x、プラス x プラス x4 乗っていう4、えー、次拡大された F2 すなわち F16 のおお原子源を α とします。α はだから x をが含まれる乗用類と同じことですね。 まあこの根があこの原子多項式の根を α とするという α で表現された有限体もしくは x を代表原とする常用類とお見なすことができます。で、えー、各非0、えー、フ α をお1乗からあこの、えー、14乗おまで、えー、してあげて。えー であと0乗も加えてあと0弦も加えると F16 ができるわけですけど0乗からあ、えー、15乗まで十4乗か十四乗までのお中であのおの各非0弦 を考えるとそいつの最小多項式をまず考えてみましょう α の I 乗非ゼロ限 α の I 乗の最小多項式 MIX は次のように求められます α、えー、の0乗、まあ、1に関しては、えー、コンになるには、えー、1-X X に1を入れると だからマイナス F2 乗の拡大体だとマイナスとマイプラス1は同じになるので1プラス x としてます。これで α を含むようなあ次に α を含むような、えー、最小多項式 m1 を考えるとえっ、ーえーえーえー、と p 乗したものはえっ、ー、と <laughs> 最小多項式は、えー、が1つコンを持っていたらそのコンを P 乗したらそのち今回の場合辞乗したらまたそのコンもそれもまたコンになるので α がコンだったら α の次乗さらにそれを次乗した 4, 4乗8乗もコンになります8乗を次乗すると16乗に、えーえー、なるけれど 16乗したのは α と一致しているのでまたここに戻ってくるということでこれらが構成これらを全部コンとして含むようなものっていうのはこの四次の多項式になりますえーとこれはどうやって計算するのかというと1 1マイナスアルファの1マイナス違う、えー、x マええスアルファかける x マイナスアルファのえ乗をかける x マイナスアルファの4乗をかけるえ乗ええ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 るええ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  これは前に例を計算したのかな。あえー、っと、まあ、これ、えー、全部かけると、あの1マイナス x の15乗は x になるというのは、えー、最小多項式異なる最小多項式を全部かけると、x の9マイナス1乗マイナス1になるというのは、 計算しましたけどそれぞれの最小多項式の計算はここで初めて勉強することになりました。で同様にして α ここまでで0と0乗1乗2乗4乗が出てきたので次に出てきてない α の3乗を含む最小多項式を計算してみると乗のは α の3乗の二乗は。 えーえー、6乗になって、えー、それがあ12乗に、えー、なっていくということになります。なので、えー、これは12割いいんだな。えーで えー、24はあ15で割った余りが9なのでこれらをおまた上の方法で、えー、展開してあげたあものっていうのはちゃんちゃんとか多くこれらを x マイナス α の3乗お x マイナス α の6乗お x マイナス α の12乗 マイナスアルファの9乗というのを展開してあげてアルファたちをまとめてあげて、えー、ベクトル表現してあげるとこの形になります。で、えー、次に現れて今までで0乗1乗2乗4乗8乗3乗6乗12乗9乗が現れたので次に5乗が現れてないので えー、あさっき言われましたけ、ね、ど9乗を乗アルファの9乗をさらに二乗してあげるとアルファの18乗になるので18乗は15で割った余りを取るとアルファの3乗になるので、えー、もうここにまた返ってくるということでこれ以上根は含まないということが分かりました。 で5乗の場合も考えると5乗は10乗で10乗はのさらに二乗は20乗になるのでそれを15で割った余りは15になるということでこれを計算すると x の引く α の5乗かける x 引く α の10乗を計算するとこれになるということがわかります。 で同様にあとは7乗の場合も同様にして求めることができます。で、えー、これらが全て、えー、異なる、えー、対応するアルファの愛情に対応する mi になります。 で38.10の最小多項式の性質の4番目の性質で異なる最小多項式を全部かけると x の9-1-1すなわち x の15-1になるということだったんですけど確かにといううにはちょっと大変ですけれどこれをかけて。 でまとめてあげるとこの x の15乗マイスあそれ確かめたのかなあな何個かあ,あこの最大次数と最小次数だけのところで、えー、確かめましたね、うん、それで、えー、今今構成法から明らかですけれどこの異なるあこれらはすべて異なっていてなおかつ異なっているう最小多項式に対しては あ共通する根を持たないとこ,これは i に関しての分割になっているということがあ分かりますえっ、ー、と、えー、このだこれこの生成、えー、じゃあ最小多項式は α の1乗2乗4乗8乗のそれぞれの最小多項式になっているこの,この多項式は3乗6乗12乗9乗のお 最小多項式になっているということになります。で,、えー、でここまでが準備で、えー、この設計距離が5である BCH 符号を作ってみましょう。BCH 符号はどのように作るんだったかというと。えー 次のようなあ生成多項式 GX を構成するというものでした。生成多項式がどのような条件を満たすのかというと、お設計距離が5だと、α の1乗から、えー、d-1 乗、すなわち4乗までの α を全て含む、根に含むような最小の 次数が最小のモニック多項式であるのだったので α、えー、の1乗2乗3乗4乗を含むためには、えー、これは、えー、ここに α の1乗2乗4乗は含まれていて、えー、あと3乗を含むためにはこの 2,、えー、2番目と3番目のですね、えー、最小多項式をかけてあげればよいということがわかります。 アルファの1乗2乗4乗の最小多項式は共通してこの2番目の多項式でアルファの3乗に関してはこの4次の多項式になっているのでこれらをかけてあげると これら全てを根に α の1乗2乗3乗4乗を全て根に含んでいてかつ次数が最小のモニックな多項式を得ることができます。でさっき後で証明すると言いましたけどこの Gx は えー、x の n 乗マイナス1、えー、今回の場合だと二元体上の拡大体なので x の n 乗プラス1を割り切ることになるのはどうしてなのかというとこれそれぞれが の多項式が38.10の何番目かの性質で x の9-1乗 -1 を割り切るという性質があったので今9-1を不合帳 n としているのでこれらの、o、が x の n 乗 -1 を割り切るのでそれらの積も割り切るということが分かります。 これで、えーこれでえー、次は、えー、で今、えーと、設計距離が5になるように作りましたけど、設計距離が7にして、えー、3ビットまでのお誤りを訂正可能にできるような BCH 符号を作るためには、えー、さ はあ5く1でアルファの1乗から4乗までの連続するこのアルファのを根に持つ生成多項式を作りましたけれどー今回は、えー、d トが7なので、えー、アルファの1乗から6乗までを含むものを取ってこなければいけません。でえーさっき はアルファの124を含むのがこれで3を含むのがこれだったんですけどあと足てなあと3と6がこれに含まれるんですけどあと大抵てないのはアルファの5乗ですねアルファの5乗がこの中でここに足てないのでもう1個アルファの5乗に対応する最小多項式をかけてあげるとこれはまた x の n 乗を、えー、とこれを作かけてあげればあ x の n 乗マイナス1を割り切るう生成多項式にを作ることができると。だからそれえー、とこれらをンに含むような次数が最小のおモニックなああ多項式をこの方法によって得ることができます。 で次に BCH 符号の生成多項式っていうのがどのように得られるのかっていうのを今見ていきましたけれどちょっと定義としてまとめてあげると次のようになります BCH 符号の生成多項式の得方っていうのは今 手順として見ましたけれどこれをまとめて定義として主張してみます。FP 上の符号帳が9-1であるようなもので設計距離が d トの BCH 符号っていうのはどのこのァ どのように定義されたのかというと、アルファの一乗からディハット一乗までの項を すべて根に含むような次数が最小のモニックな多項式でしたけれどそれらは、えーまあ、上の例の方法で得ることができたんですけれどそれは、えー、形式的に書くと次のようになります。それはどういうものなのかというと x の1乗から d−1 乗までのそれぞれの。<laughs> アルファの1乗から D ハット1乗までのに対応する最小多項式を持ってきてそれらはあの重複があるかもしれないわけですけれど持ってきてそれらの,の最,大最小勾配多項式を取ってくるということになります。だから それらの中で重複があったらそれらを取り除いて1個ずつ持ってくるとういう操作、まあ、上でやったことになります。で、えー、39.4の例で作った経緯から、えー、明らか証明は明らかなんですけれど形式的に次のように証明することができます。でえー、このように作っ た、生成多項式 Gx は α、えー、をからアルファの1乗から d-1 乗をコンに含むような次数が最小のモニック、えー、多項式になります。それでえー と i と j が異なるものに対して α の i 乗と α の j 乗ののに対応する最小多項式は一致するかそうでなければ共通の項を持たないというのはあこの生成多項式の性質を述べたところの何項目かまで勉強しました。なので えこの GX はこの根を複数重根にならないようにするためにはそうしないと最小の実数にならないので異なる MI の積にならなきゃいけません。だから重複なくこの MX をこの。 この前作ったあこの最小多項式の集合の中から重複なく選んできて、えー、この α の1乗から d ハッス1までの最小多項式を 重複なくく選んでくるという方法によって作られえす <laughs> ちょっと形式的に書くと、えー、かえって分かりにくいかもしれないですけども,あのもうあの上の方法で分かった人はですねあのそんなに形式的にこだわらずに理解してください。 でえー、これは、えー、重複なく選んでくるということなので重複を取り除いて、えー、1個ずつ取ってきなさいっていうことを形式的に書くと最小公倍多項式という表現になるので39.6式と一致するということがわかります。でえー、と各あ MX っていうのは この x の n 乗マイナス1を y 切るっていうのは最初多項式の性質のところであったのでこの mx 最初多項式がそれぞれが x の n 乗マイナス1を y 切るのでその積である g の、o、も x の n 乗マイナス1を y 切ってこの切って 巡回符号の生成多項式になる条件を満たすということがわかります。じゃあ、えーそうですね、このようにして作られた最終 BCH 符号っていうのがその設計距離と呼んでいた D−8 っていうのがあどのような意味を持つのかっていうのを教えてくれるのが次の定義になります。 でこの D ハットという設計距離をパラメータとして作られた BCH 符号は最小距離としてこの設計最小距離よりも大きいまたは等しい最小距離を持ちますというのがこの定義の主張です。ちゃんとと読むとこの上で作った また符号長が N で設計距離が d ハットの BCH 符号は最初その BCH 符号の最小距離は、えー、この設計距離 d ハットを下回らないというのが主張です。なのでこの BCH 符号 C の訂正能力は、えー、この DHAT 低 の半分ぐらいの数よりもおおお必ず大きいまたは等しくなってこの t を用いて限界距離複合をしてあげれば t 以下の誤りを必ず訂正できるということがわかります。 でこのです、ね、最小距離に対して最小距離を保証してくれる不等式を与えてくれるのでこの不等式は BCH 限界と呼ばれています、まあ、この不等式は設計パラメータと最小距離の関係を使っているだけなので、まあ、BCH 符号の構成法を含めてその C の構成法を含めて BCH 限界と 呼ばれていることに注意しましまょうでそ,の証明です、ね、その証明のストーリーはどういうものなのかというと最小距離っていうのは線形符号の場合には最小の重み非ゼロ符号後の最小重みに等しかったです。なので今僕たちが示したいのは最小重みが D8 以上であると非ロ符号の最小重みが d ハット以上であるということを示したいんですけれど次のような同値な命題を示しますそれはえー、あ,あちょっと誰かお客さんが来たので、えー、ちょっと動画を止めます。